こんにちは、吉谷さん。自己アフィリエイトなんですけども、一番金額の大きいので私5万円っていうのがあるんですよね。これはやっぱりクレジットカードのアメックスカードだったと思います。年会費が2万だったんで、なんとね、差し引き3万だったんですけども、それでもね、大きいなと思いましたね。で、一番少ない金額で何やったかっていうと、私はね、ペットの保険200円ってのやりましたね。入力作業がだいたい15分ぐらいかかりました。結構めんどくさかったです。でも200円というのがね、なんでこれを言うかっていうと、結局私たち普通の人には、一番最初はね、ベテランになったら違いますけども、一番最初はできることって少ないんですよ。打てる手は少ないんですよ。だからその少ない打てる手すらやらなかったら、もう手詰まりですよね。だって私たちは普通の人なんで、最初の第一歩、あらゆるマーケットに踏み入れた時、例えば野球部に入った時って、最初にできることって声出しとなんかジョギングぐらいなんですよ。グラウンド整備とかね。じゃあそれを一生懸命やらないと次のフェーズに入れてくれないですよね。で、次のフェーズに行っても多分基礎的な体ができてないから持たないですよね。まあ、ですんで、次のフェーズに行くってことは前のフェーズを全部クリアした人がいるっていう信用にも成り立ってるんですよ。まあ、ですんで、ポイントサイトをやってきてね、で、そこで100万円作りましたっていうグループがもしあるとしたら、私はその100万円を作ってきた人全てに共感することができます。でも10万円で挫折した人に対しては90万円分の共感力がどうしてもお互いに持てないんですよね。まあ、ですんで、結構シンプルにそのポイントサイトならポイントサイトはね、それしかもうお金になる方法が見えないんだったら、隅から隅までやるぐらいのことをやっても、まあ、時間も余るんじゃないかなと思うんですよ。で、実際にその A8 ネットっていうのは6000件 の, があの案件があるみたいなんですけども、私はね、6000件全部はとてもできなかったです。3年かかってもできなかったです。せいぜい1000件ぐらいですねでも私よくやったなと思いますけども、まだまだだなと思います。その A8 ネットっていうサイトは、私が作業をね、1000件自己アフィリエイトやる以上に6000件の自己アフィリエイト案件を営業して取ってきて、サイト構築して、バナーを結びつけてみたいなことをやってるわけですからね。だからやっぱりね、私なんてまだまだね、下の下、初歩の初歩でしかないなと思います。ということで、今回はその3人のね、レンガ職人っていう話をさせていただきます。この3人のレンガ職人っていうのは A さん、B さん、C さんっていうんですけども、そこに旅人が来るんですよ。で、 A さんがレンガで何か作ってるところに、何やってるんですかって聞くと、で、 A さんは、うるせえなと、これね、親方に怒られるからレンガを積んでるんだよって言うんですよね。で、 B さんのところに旅人が行くと、あ、これね、時給がいいんでこれやってるんですよって言って、給料がいいから作業してる。でも A さんと B さん同じ作業してるんですよ。気持ちがちょっと違うんですよね。いやいややってる人と、お金が儲かるからやってる人。で、旅人は今度 C さんのところに行くんですよ。で、 C さんのところに行くと、こういうふうに語ってくれるんですよ。いや、このね、レンガ積みは大変なんですよ。その分給料もいいんだけども、私はそうじゃなくて、このレンガ積み実はね、教会を作ってるんですよ。教会ができるのは100年後です。だから私はその教会を見ることはないだろうけども、将来その教会にね、いろんな方が悩みを解決しに、いろんな教えをいただきに遠くから来るなってことを考えて、癒されて帰っていくことを考えると、楽しくてしょうがないんですっていうわけなんですよね。で、 C さんも話をそういうふうにして、旅人は A さん、 B さん、 C さんの元を去っていくんですよ。で、十数年後、同じところに旅人が世界を一周していきました。 A さん、何やってるんですかと。親方に怒られるから石を積んでますって言うんですよね、同じ答えです。 B さん、これね、儲かるんで屋根の上の仕事に取り掛かりました。ここはね、時給が倍なんですって言って、お金を追い求めて、もっと危険なところの、そのレンガのね、教会の上の屋根の方の積む仕事に行ってます。おー、すごいなと思いながらね、その旅人は C さんのところに行きます。 C さんはですね、いやー、これね、本当にいい仕事だと思うんで、もうワクワクしてやってますよ。そしたらね、これ見てくださいと、私の姿を見て、同じように将来誰かが心が救われる、それを夢見て今ね、一生懸命この仕事やらせてもらってる、給料以上にやらせてもらってることが本当にね、ありがたいと思います、みたいな人が C さんの周りにはいたんですよね。で、旅人は去っていきます。 A さん、 B さん、 C さん、それぞれ違う思いで働いてますけども、皆さんでしたら A さんと一緒に働きたいですか、 B さんと一緒でしょうか、 C さんと一緒に働きたいですかっていうことなんですよ。私は自己アフィリエイトをやるときにこれを最初に思い出したんですよ。この自己アフィリエイトを一生懸命やることによって、私ももちろん儲かるけども、お金を稼ぐことに苦しんでる人にこの方法を教えてあげることができるなと。じゃあこれでね、仮に私が5万円しか稼いだことがなかったら、5万円人に稼がしたらそこで終わっちゃうんですよ。でも私はその自己アフィリエイトのサイト A8 ネットでさえ3年間やり続けて、300万以上のお金を自己アフィリエイトでいただくことになりました。ということは、自己アフィリエイトの10万とか20万とか50万とか100万で挫折してる人に対してね、いや、まだ全然ありますよっていうふうに自分の体験と自信を持ってお伝えすることができるんですよ。じゃあ自分が頑張ってやってきた、何、自分が頑張ってやってきたことって自分のためだけなんでしょうかってことなんですよね。
将来誰かに貢献するためにっていうのもプラスアルファで入ってるんですよ。もしかしたらその誰かのために使う力っていうのは使わないかもしれないけども、でもその力をいつも持ってるよっていう前提でね、多くの人とお会いすると堂々と人の悩みとか苦しみにも向き合うことができるんじゃないかなと思うんですよ。大丈夫だよ、方法あるよと。カードがなくったってまだ山ほどあるから、大丈夫大丈夫と。大丈夫ですよ、 FX が分からなくてまだまだ全然あるから。え、保険の面談ができなくなった、大丈夫、まだ山ほどあるから、っていうことで、私はね、未だにキリがないです。未だにですよ、未だにキリがないから、皆さんまだまだできると思いますよ。ポイントサイト一つ取ってもまだまだこれからですよ。私なんてまだね、2ヶ月で20万ぐらいしかやってないですからね。だからこれね、1年かけて100数十万とか200万とか300万とか、私1年かけていくと思いますんで、2021年の12月の私のね、見込み売り上げちょっと見ておいてもらいたいですね。この動画を保存して、まあ途中で私がね飽きたらまあ別ですけどね、まあ、今のところねモチベーション湧きまくりで、クエスチョンもいっぱいいただいてるんで、ポイントサイトね、もう私 A8 ネットの経験を生かしてね、ポイントサイトも日本一の攻略者になっていくと思いますよ。ということで、いってらっしゃい。